や音がね違うんだよな、ね、やっぱりダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んで行こうぜ屋敷。本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになってます。大変お待たせした。なんとか入手することができました。そうですね、はい、めちゃめちゃコメント来てましたからね、はい、今回ナイキの、はい、ドン。絶対やると思った。ここに置いてあったからさ、絶対やるなと思った俺。 ABC マートで5000円で買いました。これも入ってから。すごいすごい。もう投げんな。早速、はい、本題の方に入っていきたいと思います、うん、久しぶりやる、やっちゃうか。プサマックスフライはい、旧カラーじゃん。そうですね、ある方からいただきました。ある方もすごいんだよな。すごいすごいな、お前本当にすごい、すごい羨ましい。本当にかっこいい。レビューしていきたいところなんですけれども、エアーの部分、はいはいはい、ですよね。この前速部分でエアーの反発をしっかりもらえると。新しいよね、マックスフライが出るよってなった時に、短距離マックスボってバカじゃないの。うん、なんか笑ってたよね。しかも俺たちはさ、短距離選手はカーボンシューズでみたいな感じで今までめっちゃバカにしてきたじゃん。あれって実はバカにできなかった企画で、実は、うん、活かせる、活かせるんですよあれも。はい、周平はあれバカにしてやってた企画なんでね。俺結構ガチで速くなるから周平やってって言ってたのに、がっかりした。解散だ。2つ目、フルカーボン。はい、カーボンが搭載されてるということで、カーボンの反発、はいはい、とんでもないです、うん、こうやって今新鮮味を持って僕話してますけれども、履いてます。言うなって。いつも俺たちのスパイクシューズレビューって、うん、ニテさんって遅れてるんですよ。間違いない。ニテさんって遅れてるので、はい、詳しい話はどうでもいいかなと思ってます。あ、はい、履いてどうよ、ないはい、はい、ところがやっぱり視聴者の皆さん気になると思うんで。間違いないね。早速履いていこうか。はい、 OK です。ダッシュで行こうぜ。ウィンドスプリント履いてますけど、マックスフライを履きこなすにはウィンドスプリントは現状はね、ウェイトシューズになってしまうのかなっていうところはあるかな。スパイクとシューズって俺がソニックスプリントとウィンドスプリントをこうやって履き鳴らしていったのと一緒で、近く歩くべきなんですよ、できるだけ。はいはいはい。だから俺も長距離選手じゃないけど、厚底シューズのようなものに慣れてって必要になるかもしれない。なるほどね、うん、じゃあ今までのこのウィンドスプリント履いてたけど、長距離でいうジョグシュー的なものも周平はちょっと入手する必要はあるかもしれないね。なるほどね、うん、どうですかそのホールド感的な、うん、がっちりしてる。なるほど。感覚はあるんで、ブレは少ないんじゃないかな、うん、やっぱりでもアッパーは今まではシックさん履かせてもらってて、はいはい、H00 メッシュでありますとか、ダイナラップとかいろいろあったと思うんですけど、はいはいはい、やっぱあれにはかなわないかな。あれはね、やっぱりね、最高峰だと思うよ、うん。どうですか、うん、ちょっと慣れつつあるからね。実は動画では出てなかったけど、結構履いて練習してたと。これが3回目。3回目か、うん、マックスフライを入手して、その次の日か2日後がちょっと忘れちゃったんだけど、はい、お兄さんたちと練習するっていう機会があって、お兄さんたちと200をしようって、はい、の時に履いたんですよ。最近ね、俺が21秒9とか0とか出たって喜んでたじゃないですか。そうですね、22秒0でめっちゃ速いみたいな。いや俺は超嬉しかったなんですけど、測り方とかいろいろあるんですが、うん、21秒3ということで、やばくない？本当にドハマりした。21秒3。あの TKD が夢の島の競技場で撮影しているので YouTube 上でお届けすることはできないんですけれども、はい、ぜひこの走りが見たいよって方はインスタチェックしてみてください。あー、インスタには載ってるよね。載せます。その動画上がってる時に載せます、はい、ちなみに大西さんも一緒に走ってたんですけど、うん、大西団長が21秒9、うん、やばくねえか。ちなみにこの大西団長もマックスライを履いて自己ベストらしい、うん、短距離界また新しい風が完全に来てますね。これはもう 100% だね。全員が全員ハマるってわけじゃないと思うけど、はいはい、100m オリンピック優勝した選手もマックスフライでしたし、中国でアジア記録出した選手もマックスフライでしたし、という意味ではもうすでに来ていたと。僕たちはね、2.3 って遅れてる。みんなマックスフライです。そう、赤い T シャツはマックスムライナ。使われんのかなこのシーン。すでにいいものは出てるっていう中で、どういう感覚なのかはちょっと今からお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあしっかりその動きを取っていきたいと思います。お願いします。はい、ダッシュで行こうぜ。うわー、音気持ちよ。いや音がね違うんだよな、やっぱりナイキの音が気持ちいいんだよな、聞いてて。勝手に帰ってくる。走って何がちょっと自分で感覚的に変わってるかなっていう、うん、視覚でもそうだし、走っててもそう。ここの速さ。ああ、はいはいはい、分かりやすい。走ってる時の蹴ってから来る速さ、うんうんうん、やっぱり、うん、カーボンとエアの力で、うん、ここ帰ってきた。はいはいはい、ハムがすごい力がある人とか、すごい上手いタイミングで走んないと、うん、ここポーンと帰ってこないんですよ。はいはいはい、なんだけどそのアシスト
って言ったらちょっと間違いなのかもしれないけど、うん、えげつない。さっきここでは見せられない映像、周平のインスタに載ってる200の周平の動きを見た時にそれをめちゃめちゃ感じました。感じるよね。なんかこれの走りなんだけど後ろの映え、はいはいはい、ちょっと今まであんま見たことないなっていう動きだと思うんだよね、うん、はい、うん、そうですね。速く走る上でここの速さってトップクラスに重要候補だから。そうだね。短距離を速く走る上ではかなりすごいいいアシストをしてるんじゃないかなって思う。へ、はい、履いてみたいな。履いてみたい。うん、履きたい。え、履きたい。いいよ。あダッシュで行こうぜ。これを履ける日が来るとは思わなかった。来年あたりかなと思ってたよね。次の再販かなってね。うん、うわすごい。カーボンシューズと比べちゃうんだけど、それより不安定な感じしない？絶対にかかとはつかないで走ってくださいって言ってきてます、うんうん、言ってきてる。ああそう。これはどうですか？なんかもうこの時点でその周平が言ってたアシスト感がすごいある、うんうんうん、ちょっとね、押すってより蹴る感覚の方が帰りの感覚を味わいやすいかもしれない。なるほどね、うん、こんぐらいの驚愕がね、生まれるのよ、最初は。やっぱカーボンシューズ、こういうカーボンシューズ履き慣れてる人だとちょっといいかも。わ、やっぱすごいんだよね、音ね。自分で履いててもね、音すごいなと思ってたんだけど、やっぱこうやって肌から聞くと、さらにすごいね。いや、でも本当にエアが潰れないかってこうね、いつもね、心配しながら使ってます、僕も。どうですか？これはね、スピード出るね。出るのは間違いないけど、うん、足の負担もあんまないよ、うんうんうん、怪我のリスクは上がると思う。やっぱりあのさっきの引き付けの話 しましたけど、その分やっぱハム使うんで、怪我のリスクは多分本当に大きくなると思います。いつもよりもハムのトレーニング増やしたり、アップ前の2面ストレッチは必要かなと思いますよ、はい、いやでも俺もなんか200でタイム出ただけで全然履きこなせたとも思ってないし、うん、マックスぐらいの恩恵をもらってる自覚はあるんですけど、全然まだ正直分かってない。だからこれから履いてってバランス感覚とかもっと突き詰める必要あるかなって思います。跳ねてるもんね。なんかあのよりスプリントチックなその跳ね返りっていう感じはあるよね。ダッシュで行こうぜ。シューさんありがとうございました。ありがとうございます。お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。高級料理の店出た後の気分です。ということで、まあ、200では結果出たけど、やっぱりまだみんなの前でちゃんと 100m 走って、はい、本当に良かったねっていうものはまだ見せれてないと思うので、次回トライアルしてたんです。この動画どのタイミングで上がってるか分かんないけど、試合が1週間前に控えてると思う。そうですね。今までのソニックスプリントのタイムを行きたいかな。うわすげえ楽しみ。エアマックスの部分に画鋲ぶっ刺して周平が絶望してる顔見るの楽しみ。ガーボンチャンネル次回これからトライアルでお会いしましょう。バイバイ。さあ、うわやべえ、バカやべえ、バカやばい、めっちゃやばいタイム出た。マジでやばい。